What a touching moment we have here. All spoiled thanks to your interruption. Why don't you do us all a favor and leave before the audience gets pissed off? You're nothing but an extra in my script, so don't get too carried away. Your biggest scene is over. I don't ever remember being a part of your crappy script. Well then, why don't you show me what a first-class script is like through your own actions? はい、こんにちは、ブルーホースです。本日もね、バイオハザード4をやっていきましょう。前回はね、ちょっとアシュリーちゃん大冒険ということで、まあ、いろんなものが見えてましたが、まあ、ね、たまにはそういうね、あの目の保養みたいなものもないとやってられないですからね。ということで、今回はちょっと先に進みたいところではあるんですけど、ちょっとあるアイテムを手にするためにですね、一旦戻ろうと思います。で、まあ、あの戻る道中ね、いろいろとのと、あのなんか、まあ、いろいろとちょっと困難を待ち受けてるのかもしれないですけど、まあそこはね、なんとか耐え抜いていきたいと思いますんで、皆さんもね、ぜひお付き合いください。やっぱりなんかいると若干気持ち、体が重く感じるんだけど、気のせいかな。よし、じゃあ飛び降りて、これを受け止めなきゃいけないのかな。これは、あ、降りてきてるね。あ、これはじゃあいいんだ。オッケーオッケー。じゃあ行きましょうか。なんかここに敵いたような気もしたけど、ここはいないんだね。じゃあいいや。やっぱアタッシュケースが広くなったおかげで、いろいろといいね。取れた。OK。じゃあ、このまま戻っていきましょう。で、この次戻った部屋の中には確か敵がいたはずなんで、うまくね、ダメージを食らわないように、なんかでも、しょうもないダメージをね、ちょこ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 受けてね、回復アイテムが自利品になってってるっていうところがあるんでね。まあでも、お城の、まあ、相当きついなって思うところは、もう一旦切り抜けることができてるはずなんで、個人的にチャプター3の位置がね、一番しんどいかなっていうところだったから、まあまあ、なんとか大丈夫だろうというふうに思いますけど、ね。鉄仮面かぶってるから、鉄仮面かぶってないやつらね、いいのは、その寄生虫がブエーって出てこないところなんですけど、でもね、一方でね、あれなんですわ、なんだっけ、頭、ヘッドショットが効かないからね、その分、ちょっと銃のね、あれが、弾薬がね、なかなかきついところではあるよね。敵いる？ここはいないね。OK。で、向こう側にいるんで、どうしようかな。まあ、いっか。行くか。ちょっとなんか顔だけ覗かせてうまくできたらなと思ったんだけど、まあここは弾も余ってるし、こいつらで行こうか。 OK。 じゃあドン。あれ当たってない、外した。ダサー。まあ前回パートその筋トレ頑張る理由っていうのが、親父にお前に腹筋なんか割れねえよみたいな、無理だよみたいなこと言われた、その反骨精神からみたいな話したと思うんですけどね。まあまあその筋トレの話の続きをちょっとね、まあプラプラっとできたんですけど、やっぱなんかそういうさ、気持ちのとこ言ってよ、そんなこと、うわ、やっぱそういう気持ちのところってね、すごい、あ、今の完全にレオンあれだね、覗こうとした結果だったよね。ああどうもい、そう反骨精神からみたいな話をしてたんですけどね。まあその引き続きちょっとボディメイク系の話をするんですけど、やっぱりね、なんだろうな、サプリって大事だなってすごい思いましたね。最近その4月、まあもうこれ10日くらいかな、なってきてるんですけど、ちょっとうっすらやっぱりね、頑張ってる成果があるのか、まあ体つきが結構ね、変わってきて、腕の筋とか、お腹の筋とかっていうのもだんだんね、出始めるようになってきたんですよ。これマジで嬉しい話で。うん。ただ、それ多分、その筋トレだけのおかげじゃなくって、やっぱりその食事を意識したりとか、あとはね、サプリをね、きちんとね、毎日摂取するようにしてるおかげなのかなって思うんですよね。うん。で、まあ、どんなサプリを取ってるのかって、もう僕もこれも完全に筋トレ系 YouTuber の皆さんの受け売りになるんですけど、もうマルチビタミンと、ビタミン C と、で、あと、なんだったっけ、あ、そうそう、HMB かな、うん、クレアチンとかやってるやつですね。で、あとも筋トレをするときに、筋トレをする1時間前とか、あとはその、朝に少量と、まあ、夜、晩ご飯食べてる時とっていうので、まあ、プロテインを飲んだりとか。で、朝一起きた時に EAA をもう、プロテインと一緒に飲んだりとか、あと、それからなんだっけ、あ、そうそう、筋トレをする時には、クレアチンですね、を飲むと。ういう、そんな感じで、ね、いろんなサプリを飲んでるんですよね。うん。あと、まあ、その、まあ、なんだっけ、食物繊維か。食物繊維にとってちょっと、
ベンの方もね、よくしとかなくちゃいけないかなと思ったんで、あとはもう記憶力向上維持っていうところをあるので、まあ、ちょっとこれはもうなくなりかけてるんですけど、葉酸、葉っぱに酸っぱいって書いて葉酸っていうのがあって、これ嫁さんが、なんだっけ、妊娠をした時に、飲もう、飲んでたやつなんですよね。ところが、嫁さんがあんまりそういうのを飲む習慣がないからっつって、もう、私飲まないしあげるよって言われたから、それをもらって飲んでるってやつがあるんですけど、まあ、葉酸、もうあと、3日分くらいで終わるのかな。まあ、そんなこんなでね。うん。だから、まあ、シンプルにやっぱりサプリで、普段の食生活で補いきれない栄養素、本当はね、食物で取れるのが一番いいんですけど、そこで取りきれない分に関しては、やっぱりサプリメントを頼るっていうのは僕は全然ありなんじゃないかなと思うんですよね。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。結構ね、整理が大変だね。うん。で、これ、あ、もう、相変わらずね、タブとそのバックスペースと、ディレートボタンがごちゃごちゃになって難しい。そうそう、ここやっぱね、ちょっと戻るのめんどくさいけど、地味にね、やっぱそういうのね、もやっといた方がいいかなと思いますね。うん、そう、だから筋トレやる上においてその栄養ってすごい大事なんですよね。筋トレだけを頑張る人っていうのがいるんですけど、その筋トレだけを頑張る人って、体を大きくするために必要な栄養素っていうのが取れてなかったとしたら、ただ体が疲れるだけで、あんまり筋肉がつかなかったりとか、あれちょっと待って、アシュリー呼んでなかった。筋肉がつかなかったりとか、逆に疲労がたまるだけになってしまったり で体が疲れている状態になってしまうと筋肉ってつかないんですよね。どちらかというと筋肉って寝てる時とかにつくんですよ。筋トレしてる瞬間っていうのはその血流が良くなるんで、パンプアップって言ってその体が大きく膨らむんで、あ、筋肉筋トレしたらついたわーっていう風にこう見た目で勘違いすることがあると思うんですけど、もう僕も昔もそう思ってましたし、じゃなくて本当に筋肉がつく瞬間っていうのは寝てる時とか休んでる時とかにその分解された筋繊維っていうのが合成されていって大きくなっていくっていうのがあるので、だからきちんと休息を取らなくちゃいけないし、休息を取って筋繊維が合成されていくためにも食事とかで栄養素をきちんと摂取しとかなくちゃいけないですよね。それができてないといくら筋トレ頑張っても筋肉がなかなかつかないっていう話なんで、そこでいくとやっぱり普段の食生活の中でどうしても特にね、その筋トレを生業にしてる人は別かもしれないけど、そのためのね食事作ったりとかなんだとかっていろいろできるかと思うんですけど、そうじゃないね、一般ピーポーの僕とかね、サラリーマンのような人たちで、普段日中はなんか仕事とか学校とか行ってます。で、夜帰ってきたタイミングくらいしかなかなか筋トレとか、あるいは休日くらいしかするタイミングがないですみたいな、そういう人だったらどっちかっていうとね、そのサプリとかを使って、まあ、サプリとかね、プロテインみたいなものを使って栄養素を補充していくっていうのがすごい大事になってくるんですよね。うん、バイオしながら何の話してんだって話なんで、こういうの筋トレとそのバイオとね、全然その組み合わさらない話をしてるんですけど、まあまあいいじゃないですか、いいじゃないですか、ね、ね、うん、そう。っていうのがすごい大事になってくるんでね。いや、だってゲームをやっているのを、やってるところをお見せして楽しんでいただきながら、筋トレの勉強までできちゃう、最高のチャンネルじゃないですか。うん、唯一無二だよね。まあ、本当はこういうところでビジネスの話とかした方がいいのかもしれないですけど、僕ビジネス自分であんまりやってないんでね、ちょっとやってるけど、そんな感じですね。あと、まあ最近ね、ちょっと本当はこうした方がいいんだろうなと思いつつも、ついつい甘えてしまってるのがやっぱプロテインの摂取なんですよ。でこれ何かっていうと、プロテインの摂取ってその粉を水に溶かしたりとか、豆乳とか牛乳とかに溶かして飲むんで、まあ、いわゆる水溶性タンパク質って言ったらいいのかな、まあ、水溶性になっちゃうんですよね。で水溶性って飲んで落ちないのか、飲んで、摂取するものになるんで、そのなんて言ったらいいんだろう、消化をするのに対してその胃に負担がかからないんですよ。その負担がかかるっていうのが悪いって意味じゃなくて、負担かけなきゃいけないんですけどね。で逆にその固形物、分かりやすいもので言うと、例えばゆで卵とか、それから鶏の胸肉とかマグロとかね、こういうのがそのいいタンパク質とかっていうので結構言われたりしてるんですけど、そいつらで取ろうとして、そいつらで取っていくと、その固形物が胃に入ってくると、それらをその消化するために胃が一生懸命働くんですよね。で胃が一生懸命働くっていうことは、それだけ消費カロリーっていうのも大きくなってくるんで、その分
当然ながら代謝が必要になってきて、消費カロリーが増えていくと、消費カロリーが増えるっていうなんか2回言ってる気がするけど、でそんな感じなんですね。だから水溶性ばっかり飲んでくると同じタンパク質量であったとしてもその後のエネルギー消費量っていうのが大きく変わってきてしまう部分があるんで、できればもうプロテインに関してはあくまで栄養補助食品っていう立ち位置になるんで、そこに関してはよし、じゃあこれをこんがり焼けました。やっちまったなんか恥ずかしいね、こういうの。なんか、ここで死ぬのお前みたいなね、そんな感じで。この部屋って何のためにあるのっていつも思うよね。溶岩まであってさ、何の意味があるんだろう、本当に。そこに文句言っても仕方ないですよ。これがゲームだって言われればそれで終わりだからね。あ、そうそう、あとあれだ、サプリの話でいくと、これはサプリって飲んでないけどカフェイン大事だよね。脂肪燃焼効果があるからね。コーヒーがめちゃくちゃもともと好きなんで、毎日のように飲んでるからあれなんですけど、そんな感じかな。だから栄養、だからプロテインは飲むにはタンパク質をねつけていくのに越したことはないんですけど、同じタンパク質量を普段の食事で取れるのであればそっちの方がおすすめですぜっていう、そういうことですね。だからプロテインとかを飲み始めた方に関してはまあぜひ、ね、そっちの方を意識してみられるのがいいんじゃないかなと思いますね。はい、そんなところかな。あとなんかそうだな、栄養的な話でいくと何がいいかな。でもやっぱり、あ、なんかそう最近知ったんだけど、ブロッコリーの食べ方って重要らしいですね。なんかブロッコリーを、なんて言ったらいいんだろう、茹でたり焼いたりすると、なんか、あ、やっぱ当たってるからこれ落とすんじゃない？ちょっと待って。やっぱダメ？いける？いけたいけた。なんだ？いけんじゃん。恥ずかしい。こうしとけばよかった、初めから。耐久力があったのに、なんか一発ったらいけるもんだと思ってたけど、耐久力があったんだよ。知らなかった。うん。そう。だから、ブロッコリー、もうその筋トレユーザーにはもう必須アイテムみたいな、必須食品みたいな感じで、普段から取るようにはしてるんですけど、僕ね、まず鶏胸肉を茹でます。で、その茹でたやつで、そのまま、ブロッコリーも茹でたりしてるんですけど、あっちあっちあっ、突っ込んじゃダメだったな。でこれ後ろから降りてきてるやつらがいるんで、ここ壁にして、そうだから茹でちゃいけないんだね。だから誰だったっけ、グレートサイヤマンさんだったかな、田中さん、が水をかけてレンジでチンするって言ったら、そもそもそのなんかブロッコリーに入ってる栄養素自体をあんま熱加えてしまった時点で、その含まれるビタミン C とかその他もろもろの栄養素っていうのが、まあ、ちょっと落ちてしまうっていうのがあるんで、本来は生で食うのが一番いいらしい。でもブロッコリーって生であんま食うもんじゃないじゃないですか。ってなったらやっぱり焼くか茹でるかなんですよね。だからこれちょっとまた調べてみないといけないんですけど、焼いた方がいいのか茹でた方がいいのかだよね。どっちの方が栄養素残って食すことができるかっていう、そういう話だよね。そこが結構ポイントになってくるから、どっちの方がいいんだろうなって思うけど、これもしかして無限湧き、後ろがある限りずっと湧いてんのかな。だとしたらもう、あ、これ無限湧きかもしんねえな。じゃあもうさっさとやっちゃいましょう。じゃあ燃やしてる間に、あい、こいつら燃やしてくるんだから俺もあいつらを燃やさないと。であいつをポンと、オッケー、じゃあこれで終わりましたんで。でこれでもさ、思ったけどさ、人撃って落としたらさ、あえて鎖がちぎれてバーンと落ちていくじゃないですか。誰がやってんのって思うよね。さっきの2代目みたいに、僕が
ハンドガンでバコ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 撃って落とすだったらわかるけど、なんで人が落ちたら一緒にちぎれるのっていうね。逆じゃないって、人の重さがなくなるから軽くなってちぎれなくなるんじゃないって思うんですけどね。はい、ということでね、あんまりちょっと見どころがないところだったんだけど、ちょっと3つのオブジェが手に入ったんで、オブジェ手に入れた次に進むっていうところで一旦このパートは区切りたいかなと思いますね。はい、まあ、ちょっとトロッコに乗ってね、2人で愛の逃避行をするというところまでお見せして、本パート終わりたいかなと思いますね。うん、まあ、なんかすいません、ちょっと僕の趣味の話ばっかりでね、筋トレの趣味の話ばっかりでね、今ね、もう楽しみがね、子供と嫁さんとお散歩に行ってカフェ行くか、筋トレくらいしかないのよ。あとはもうこの YouTube でね、ベラ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 喋るみたいな、そのくらいしかないから、あ、3つもあったら十分かな。なんかそう考えたら3つもあったら俺幸せもんじゃねって今思っちゃったな。うん、ね、まあそんなこんなでね、行きましょうかね、アシュリーデートしようぜ。ということで、ここで、とあるところまで戻ることができますんで、まあ、お城の入り口なんだけどね、戻って、一旦ね、パート区切っておきたいと思います。そっか、三つもね、楽しめるものがあったら、ただね、この三つっていうものと、やっぱり普段のその、ね、それをやってない時でのストレスと比較すると、やっぱりね、うまく俺の中ではバランスが保ってないから、もっとうまくちょっと生きていきたいな、人生過ごしていきたいなっていうのはあるんで、なんかいいね、趣味になりそうなものがあったらぜひ皆さん教えていただけたら嬉しいです。ということでね、大城戻ってきましたんで、本パートはねこの辺りで終了したいと思います。最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。ぜひね、チャンネル登録ボタンとね、グッドボタン押していただけると励みになりますんで、よろしくお願いします。ということで、また次回パートでもお会いいたしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。